究妖怪探検隊。今日はどんな妖怪に会えるかな。で、出たー。やちゃんぼ出没場所奄美地方。特徴、やちゃんぼは人間として生まれたが、三つになる頃に山に登ったまま、そこで生活するようになり、ふもとに降りなくなった。やちゃんぼは力が強く、木の皮のふんどしをつけていたと言われている。村の人は、やちゃぼうの乱暴ぶりに手を焼いていたが、やちゃぼうは貧しい人々には優しかったという。やちゃ、やちゃとはパワハギのことで、煮ても焼いても食えない人のこと。魔漢道の逆立ち幽霊。出没場所、那覇魔漢道周辺。特徴、傲慢な夫に毒を盛られて殺されてしまい、足に釘を打ちつけられたため逆立ち幽霊として現れた。恐ろしいというより悲しさが漂う。対策、目撃してもそっとしておきましょう。もうこんな時間か。今日の探検はおしまい。また見てねー。